皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は、釧網本線の摩周駅に来ています。引き続き、網走行きの普通列車に乗車します。列車は、摩周湖と屈斜路湖の間を走り抜け、川湯温泉方面へ進みます。ビルワ駅に停車します。貨物船を有していた駅です。周りに柵のようなものがありますが、野生動物の侵入対策のネットでしょうか。
川湯温泉駅は通常乗降10人以下の駅ですが、観光シーズンは利用が多そうですね。網走行きの普通列車が待機していました。知床斜里駅まで下り坂です。網走から来る列車はこの急勾配を登ることになります。映像は一番急な頂上付近です。勾配表が見えると下り坂になりトンネルに入ります。すぐ先にトンネルがあるので警笛を鳴らして注意を促しています。ここが勾配が変化する場所です。縦の曲線、縦曲線です。このトンネルにもいろいろな種類があるのですが、また次の機会で。まもなく緑駅に到着します。勾配が緩やかになりました。緑駅の乗降は1日3人、人口3800人の清里町に位置します。
次の停車駅は、サッツル駅です。先ほどより、比較的平坦な場所ですが。線路の両側には、木が並んでいます。これは、線路を走る列車が、風雨の影響を受けにくくするために守られている鉄道林です。最近は防風柵を取り付けますが、このように自然の影響を受けやすい場所は、昔からの路線だとこのように木で風を守ります。列車はサッツル駅に到着です。ここまでが釧網本線で最後に開通した区間です。次回は網走側の釧網本線の様子をお届けします。ご視聴いただきありがとうございました。